消防庁は消防本部の庁を指し消防理員の最高責任者のことを言う。消防庁は市町村ごとに設置する消防本部の庁として管轄区域内の消防署、文書を指揮する。自治体により行政規模が異なるため消防庁では消防庁の階級をその自治体の規模に応じて定めている。災害時は消防団を指揮下に入れることができ。 消防団長以下消防団員を模式することになる。東京都の場合は、消防組織法上、特別区と市町村の間で消防に関する責任の所在が異なるため、以下に解説する。まず、特別区の場合であるが、特別区は連合して消防に関する責任を負担する。そして、この区域においては、東京都知事が消防を管理することとなっており、これに基づき、 東京都の機関としての東京消防庁が置かれ、消防総監がこの区域の消防庁となることとなっている。一方、多摩及び当初の区域においては、消防組織法の原則の通り、各市町村が消防に関する責任を負う。しかし実際には、稲城市を除く多摩地域の各市町村は、東京都に消防事務の委託を行っているため、 この区域においても東京消防庁が管轄権を有し、消防総監がこれらの市町村の消防庁も兼ねている。ただし、大島町、三宅村、八丈町においては、各町村が独自に消防本部を設置し、消防事務を行っている。東京消防庁の管轄は、政令危険物施設のみとなっている。東京都霊気一覧、消防事務の自宅参照。 その他、消防庁の任務は、消防組織法及び、消防法において規定されている。総務省消防庁、消防理員の階級の基準このように、人口や定員など規模にもよるが、小さい本部では、消防司令長から消防庁となれる。消防官が消防庁の場合は、消防司令長は、消防所長。なお、上記のように消防庁の階級は、 消防本部の規模によって異なるが、消防庁としての役職に伴う権限や責任は、階級に関わらず同等である。例えば、広域災害や大規模な防災訓練などのように、複数の消防本部が合同で活動する場合、消防庁の階級が、消防本部によって異なっていても担う責任や行使できる権限は同じであり、消防官の消防庁が、 消防司令長の消防長よりも上位に位置すると言ったことはない。ありがとうございます。